期末試験中で出席を控えた両陛下の長女愛子さまは成年皇族として初めて和歌を寄せられました。英国の学び屋に立つ時迎え、開かれそむる世界への窓。高校2年の夏休みに初めて参加されたイギリスイートン校のサマースクール。この時初めて一人で臨む海外滞在に胸を弾ませた気持ちを読まれました。先月二十歳の誕生日を迎え、成年皇族となられた愛子さま。母である皇后雅子さまは療養を続ける傍ら、愛子さまの成長を歌にしたためてこられました。愛子さまについて最初に読まれたのはご誕生の直後、2002年の歌会始めでした。あれいれし緑子の命輝きて、君と向かうる春すがすがし。愛子さまと迎えられた新春の喜びが伝わってくる歌でした。愛子さまが6歳の誕生日を迎えられた際には、ともされる食の日6つ願い込め、吹きて幼の笑み広がれりと、ケーキに立てた6本のろうそくの炎を吹き消された愛子さまの様子を読まれました。2008年春、学習院初等科に入学された愛子さま。新しい制服をまとったその姿も雅子さまは和歌に詠まれました。制服の赤きネクタイ胸に留め、一年生に赤子はなりたり。我が子の成長を温かい眼差しで見守るこれらの和歌からは、雅子さまと愛子さまの関係が見えてくるといいます。雅子さんの歌は愛子さまの成長を非常に丹念に、記録しておられるというか、その喜びを歌の中にうまく閉じ込めて表現してこられた、そういう歌になっているというふうに私は思いますね。こんばんは、梶恵子です。歌会始めがあったようで、まだ中継見てないんですけども、後で、YouTube で見たいと思います。歌会始めの、雅子皇后のお洋服は綺麗なブルーの、ちょっと色が違って見えるんですけども、鮮やかなブルーですね。和歌は日本のね、文学の、基本のようなあれですけども、私は和歌は分からないんですけども、ちょうどね、こちらの大越昭治先生っていうのは、武蔵野女子大の総長なさってた、文芸評論家の先生なんですけど、お話好きで、すごく面白い話を、よくですね、土曜会っていうのがあって、土曜日にこの大越先生を呼んで講演会というか先生の話を聞く会がよくあったんですけど、たまに私も、出させていただいてですね、お話聞くことあったんですけども、大越先生は次々とお話が出てきて、どん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 
テーマはあるのかないのかわからないんですけど、すごくいろんなお話をもう耐えることないんですね、お話の深さがね。それで非常に面白い方なんですけども、こちらにこうサインしていただいたがあるんで、こんな字書かれる方なんですね。大越先生がね、熊本に講演に呼ば、熊本の文学グループに呼ばれて招かれてというか、講演会がある時に、桜になって出てくれって言われて、友達何人かと、参加したことがあるんですね、熊本の会に。で講演するのに人が集まってなかったら恥かくからって言われて、3,4 人でさ、友達と行ったんですけども、別にそんな少ないでもういっぱいでですね、大変盛況だったんですけども、熊本の文学グループの方たちと、まあ、会食なんかもあったりしてね、とても楽しい数日だったんですね。で、大越先生と同じホテルにみんな泊まって、我々もですね同じ、駅前のホテルで、過ごして、それから先生はね田原坂へ行きたいっていうようなことをおっしゃってて、私はちょっと先に、一晩先に帰ったんですけども、すごい熊本のね馬刺しのお店に私の友達が招待してくれて、みんなでねとっても美味しい高級な馬刺しを、馬刺しというかお店でお肉を食べたのを覚えておりますけども、楽しい先生でしたね。大越先生のご実家は宮崎のお寺の、お寺なんですね。出身がお寺なので、非常にこうなんていうかね、まあ信心深いというか貧困法制というか、そういう先生ですけども、これを時々開いて読む、見る、読むとですね、やっぱり和歌っていうのはすごくいいなと思いますね。私は和歌とか、この前は友達の俳句の本をご紹介したんですけども、和歌もすごく自分では読めないんですけども、好きですね。やっぱり日本の風景とか風土とかと、なんか日本人の心とか、いろいろそういうあれが中国行った時のあれなのかな、マントを買えばぐるりと人囲めり、大道外区声かしましき。中国でいらした時に読んだんですかね、かしましき。いかにも街が見えるような感じですけれども、今日和歌であれですけどもね、この前は小説の設定でね、時代というか年代と、それから場所の設定、年代の設定、場所の設定、それから、季節の設定っていうものをちょっと話したんですけどもね、まあ肝心な人物の設定についてちょっとお話してみようと思ったんですね。人物をよく主人公とか言いますけども、その主たる人物ですね、小説には割いろいろな書き方ありますけども、人物を主たる人物、主人公とよく言われるような主たる人物を
どういう人にするかっていうので小説がものすごく変わってくるっていうか、その重要なポイントなんですね、人物っていうのは。それでその自分が書こうとする小説をどういう、人物にするかっていうね、まあ一人だけではもちろんないんで、二人とか三人とか設定しなきゃいけないんですけども、一番まあ主人公になるような人物っていうのはどういう人物にするかっていうことが非常に重要な小説の書き方の中でポイントなんですね。こちらは萩原洋子さんって言って、萩原洋子って言って萩原朔太郎の娘なんですね。で萩原朔太郎っていうと、まあ、教科書に出てる詩人ですけども、その人の娘なんですけども、この人の小説はね、もう本当に手記のように、手記ではないんです、小説ではあるんですけど、手記のように自分を投影した小説なんですね。だからもう等身大、自分と同じ、もう要するにその出てる人物が自分なんですね。まあ小説だから自分とは言えないんですけども、まあほぼ自分に近い設定で書く方なんですね、萩原洋子さん。イラクサの家という小説ね、デビューしたんですけども、例えばこの輪廻の暦っていうのはね、母親のこと、お母さんのことを書いてるんですけども、お母さんが主人公ではなくて、まあ主人公になってるのは双葉というね、女なんですね。で双葉はもう萩原洋子そのものの人なんです。まあ小説とか若干違いますけども、そういう等身大で書いてる小説なんですね。手記ではないですけども、要するに、まあ、手記のような感じで私という、私という表現ではなくて双葉という名前で出てきますけども、これを例えば双葉を私にしてもそんなに変わらないような内容の書き方、設定の取り方なんですね。例えばこの書き出しね、第一章の1ですけど、目が覚めると狭い部屋が広々と見えた。朝の日差しが雨戸の隙間から帯状に差し込み、襖や布団に縞模様を描いている。かゆかっこ、一人になれたと双葉は考えを込めて思ったって言って、書き出しなんですね、これ。一人になれたと私は考えを込めて思ったって書いてもそんなに変わらないでしょ、私と双葉とは。でこういう設定だから、まあ私と同じような、作者と同じような設定で自分の身辺のことを、母親のことを書いてるんですね。母親にても、随分変わった母親なんですけども、わがままで、でそのことを書いてるんですね。でそういう書き方っていうのは、素直な書き方というか設定の仕方で、そういう設定の仕方はまあオーソドックスにありますね。それからね、この竹西ひろ子っていう、この方は短歌をね読んでる方なんですけど、兵隊宿とか、これはね、例えばこちらは武志少年という少年が人物になってるんですね、書き出しを読むと。久志という、久志と武志少年と、少年の姿を書いてるんですね、この兵隊宿の中の少年の島っていうところ。だからその、この竹西ひろ子のさっきの萩原洋子さんの
その、ですね、私と双葉と同じようなあの書き方とは全然違って、全く違うね、あの少年っていうことで書いてるんですね、人物を。ダメ、降りて。たけし少年は一つ年下の久志にそう言うと、島の浜に散らばっている小石を拾って力いっぱい海に投げた。久志はかぶっていた麦わら帽子の縁をちょっと仰向けるようにつまみ上げ、たけしの投げた石が一旦海面に落ちてから、さらに 2,3 度小さな弧を描いて水の上を飛び走るのを見届けると、自分も足元の小石を拾って力いっぱい投げた。石は宙に大きな弧を描いたが、海面に落ちるとそのまま沈んだ。来たよ、やっと久志は答えた。でもどうして知ってるのって、こう全くね、あの竹西ひろ子の、作者の人物像とは離れた少年という立場で書いてるわけですね。それを書こうとしてる作品の中で、まあ、この人物にするのがいいと選んで書いてるんですね。それからこれはロシアの小説で、まあ、ご存知ですけども、復活っていう小説ですけども、私も一番最初は中学生の時に読んで、トルストイを読んで、この復活を読んで、いっぺんにトルストイが好きになって、トルストイが今度ロシア文学が好きになったというんで、海外のというか、ヨーロッパの小説っていうのは日本の私小説とか純文学っていうのと全く違う書き方するので、あまりそのちょっと、短編とこの長編との、分け方っていうのはフェアではないんですけども、この復活ではカチューシャという駒使いですね、駒使いが主な人物なんですけども、そこの青年が、ここで言えばその主人公というか主に主たる人物っていうことで、でも、一番中心になるのはカチューシャなんですね、駒使いの女の。でカチューシャを見る男、その青年が、あれなんですけども、こういうヨーロッパの小説ってね、第三者が小説家がですね、トルストイの小説、神の目になって書くっていう、客観的に書くっていう小説な、日本のちょっと、純文学っていうのはちょっと違う書き方が違うんですけども、そんな風な書き方をしてますね。で、自分がどういう小説を、どういうものを書きたいかっていうのによって人物の設定っていうのは変わるわけですね。萩原さん、陽子みたいに全く自分と同じぐらいの人物にして書くとかね、どっちがいいのかっていうのはもうその小説によって違うので、もう自分が選ぶしかないんです。で、その時にじゃあ、どういう設定の仕方を考えていくかっていう、自分と等身大のね書くんだったら、例えば職業も家族構成も何も年齢も同じようにして書けばいいわけだから、それほど考えて作為はいらないんだけども、そうじゃなくてちょっと変えてですね書くとしたら、年齢をですね、例えばどれぐらいにするのか、今 LGBT っていうから、男か女かっていうふうには決められないかもしれないけども、まだやっぱり男にするのか女にするのかっていうのはあると思うんですね。が年齢と、それからやっぱり職業ですね。職業を持ってるか持ってないか、持ってるんだったらどういう仕事をしてるのかとか、
ビジネスしてるのかですね、会社勤めなのか、その会社も、どういう職種で、例えば工場のような機械とかね、設計する人もいれば、工場で動かして機械を動かす人もいれば、そういうんじゃなくて、荷物を運んだりする人もいるし、いろいろあるんで、じゃあどういう職業にして、職種にして、どういう設定にするのかっていうのがね、それは自分で決めなきゃいけないわけですね。小説書く前に、書き出す前にね、途中で書いてもいいんですけどもね、自分で、そういうことはちゃんとしとくっていうことがいると思います。それから、じゃあ普通ね、普通っていうか人間関係ですよね。でその小説で、主にどういう人間関係を書きたいのかによって人間関係出すあれがあると思うんですけど、例えば家族が結構重要なあれだったら、家族関係っていうのを、家族を結構、職業とかですね、年齢とか、妹なのか弟なのかとかね、兄なのかとか、いとこなのかっていうような家族関係っていうのも必要だと思うし、それから職場のことを書きたいんだったらね、どういう職場環境なのか、その人がいるのは、コンビニ小説っていうのがあって、何年か前に芥川賞か取ったんですかね、そういう小説があったと思うんですけども、芥川賞受賞してコンビニに勤めてる人のことを書いたのが面白くて受賞したっていうふうに、思いましたけども、そういうね、どこで働いてるかっていうのはやっぱり結局ね、風俗とその時代っていうものとすごく影響するので、年代が決まってるわけで、場所も決まってるとしたら、人物はね、職業もどういう職業かっていうのも決まると思うので、どこで働かせるかですよね。働かせないんだったら、じゃあどうやって生活しているかっていうのも必要だから、例えば働いてない男をですね、例えば50歳の働いてない男で、絵かなんか描いてるとか小説描いてるとかって、そういう男だったとしたら、じゃあそのお金はどうやって、その人は食べてるのかって、食べないわけにいかないから、それをね、なんかこう分かんないような書き方をしてると、どうやって食べてるんだって、私の友達、働いてない人がいるんで、その人はどうやって食べてるんだって、小説読んでも、よく分からないことがよくあるんですけども、やっぱり普通に考えるとね、高等遊民って昔はよくありましたけども、やっぱりその親の遺産で食べてるのか、誰かが貢いでくれる女性がいるのかとか、それから時々1週に3回ぐらいアルバイトに行って、例えば収入がいいので、それで結構スキルはあるから収入がいいとかね、いろいろそういう設定の仕方があると思うんで、そこのところをやっぱり職業っていうのは、その正社員だとか派遣だとか、そういうことを関係なくですね、やっぱりその人物として生活がどうなってるかっていうのは、ちゃんと生活基盤っていうのは分かってないと、収入がきちっとあるのかないのかね、ないんだったらどうして食べてるのか、パンを買ってるのかね、盗んで食べてるのか分かりませんけど、そういうやっぱりね、設定っていうのがいるんで、やっぱり人物で大きいのは、別に結婚するとかしないとか独り者とかっていうのよりも、やっぱり生活をどうしてるかっていうのはね、重要なポイントになると思うんですね。その人の人物像を書く上において、だから会社に勤めてるんだったら、会社ね勤めてるっていうし、そうでもなければ肉体労働してるのか、コンピューター関係してるのか、そういうようなことは非常に重要だと思いますね。で経済的なレベルですよね、生活レベルっていうのはやっぱり設定しなきゃいけないし、だからそれはすごくお金持ちの家にするのか、すごく貧困の家庭にするのか、いろいろありますけども、そこのところも自分としてはどういう設定がいいのかね、
それによってあの小説はすごく大きく変わってくるので、風景がもう小説の風景が変わりますからね、描写がね全然。例えばあの収入のいいというか資産の多い大きい資産のあるところで生活してる人だったら住んでる場所も違うだろうし、住んでる家も違うだろうしですね、利用する交通機関も違うし、まあ運転手さん呼んでハイヤーでいつも動いてるとかっていう人も、まあ、ずっと会社持ってる人だったら運転手がいるとかってそういうのあるわけですから。そして私鉄の、 あの電車でですね、例えばまあ出かけるとしたらそこまで駅まで何分ぐらいなのか、駅前のマンションなのか10分歩くとこにいるのかとかね、住まいがそういうやっぱりその人物を、取り巻く環境ですよね、生活環境っていうのはやっぱりね、あのリアリティっていうのがあって、よくあの小説でリアリティがあるとかないとかって言いますでしょう。でやっぱりリアリティがあるっていうのはやっぱりそこに生きてあのちゃんと生活してるっていうね、あの実感が分かるような、なんか雲の中歩いてるような小説でなくてですね、そういうやっぱりあの現実とはもちろん一緒じゃなきゃいけないってことではないんだけども、そう分からないようなね、ふわふわしたようなことではなくて、まあ実感がこもったような小説書けるっていうのは、ね、大事なことじゃん、で必要なことだと思います。で設定するのにそういうわけで、その、LGBT であれ女であれ男であれですね、それから年齢が若いにしろ、老人にしろ子供にしろね、ただね子供とね動物って、漱石はねうまく我が輩は猫であるってヒットする猫使いましたけども、動物と子供っていうのは結構ねタブーなところあるんですね。だからずるいんですね、可愛いでしょ子供とか動物とかっていうのはね、なんかちょっと特徴出るので、面白いというか、点数稼ぎみたいなところがあって、なんかちょっとそこが出てくると面白いからって思うんですけども、逆にそれは働いて小説に子供と動物を多用すると良くないっていうふうに言われるわけですよね。だから動物はあんまりその、ちょっと出るぐらいはいいですけども、やたらに動物をね、動物がね、犬が好きだから犬をいっぱい出すとかね、猫好きだから猫いっぱい出すとか、まあそれをうまく使って猫なら猫をね、主にして書くっていうことはもちろんあると思うんですけど、それを書くときはやっぱりそこは注意しなきゃいけないっていうなりますね。で自分のことを言うとですね、私は自分は家庭持ってるわけで、家庭持ってるっていうか家庭があって家族もいるわけですよね。それで最初からですね家族の小説書いたことないんですよ。家族小説というか家族のいる小説っていうのはいつもね家族のいない小説ばっかり書くんですね前から。それでだからほとんどですね独身の、しかも若い女性じゃなくてちょっと年上というか30代ぐらいの女性とか、男を主人公にしたりしたこともありますけど、男にしようか女にしようかっていうふうに思って、今回男にしようとかって男を主人公にして書いたことあるんですけども、家族小説というか家族のねいる家族の中でのね書くっていうことはねないですね。母親がいたとかそういうのはありますけども、母親と娘とかね、そういう家族の中でも片親とかそういう形になってるとか、そういう人物の作り方が多かったですね。そしてその女性はちょっと、そんなに若い20代の初めとかそういう人ではないんで、当然仕事してる女性っていうふうになって、それからですね
一人ねちょっとねあ、まあ、精神ちょっと病みかけてるというか病んでるような、女を描いたことがあるんですけども、その人はあの、その人物はあの、結婚して夫がいるっていうんで2人でいるということで、まあ、子供はいないんですけども、なんかあの、それは家族っていうよりも、まあ、あのそういう関係の人がいるということで、まあ、ちょっと精神病んでるので、まあちょっと家族っていう感じではなかったんで、まあ、あの夫がいることに書いたんですけども、その時はね、夫の方を、まあ、主人公というか人物に主たる人物にして、そのちょっと頭精神が 弱い女を、妻にして、その女のことを書いたっていうね書き方なんですね。その男の、男を書くんじゃなくて、その女を書くために夫から見た彼女を書いたっていうようなんで、あのそういうあのでまあそれはあの、文芸雑誌の新人賞の候補になったんですけども、受賞しなかったんですけども、そんな風な感じのを書きました。でだから、まあ、男にすることもあるんですけども、どっちか、どっちが多いかっていうと、やっぱ女を主人公にして、男から見た女を描くとか、そういうような描き方してたんじゃないかなと思う。そういうのが多いなっていうふうに、思いますね。そういうような感じだったと思います。だからその時の書こうと思ってる小説を書くのに、まあ、どういう人物にするのがいいかなっていうことで、まあ、設定するっていうことですね。からね、子供をねなんかいっぱい出してくるっていうことはねなかったですね。全く子供が出ないということではなかった。子供っていうのはその一般的な子供ですけども、あんまり子供とかね動物は出したことないと思うんですね。でまあ、そういう設定で書くのが好きなのか、書きやすいのか、そういう、で、まあ、家族小説は苦手という、それはねなぜかっていうと、自分があの日常生活持ってるから、家族とかあの家庭とかね、そういう日常的な生活持ってるからね、面白くないんですね。それ書きたいと思わないんですね。な、面白くないでしょ。だって自分が実際にもう体験してるわけだから、その日常的なね、その家事してる女をかしてるとかって面白、全然面白くないから、あの書きたくない、書きたい意欲が湧かないんですね、そういう設定では。だからやっぱりね、あの違う世界っていうか、あの、自分とね、そういう家庭生活のないような独身の女っていうのは多いですね、やっぱり。それから人物の設定で、あの職業が、まあ、あのそういう意味ではあの大事なんですけども、今度ねやっぱり一人だけで小説を、人物をね一人だけで書くっていうのはやっぱり難しいんですよね。やっぱりそのどうしてもその 絡まなきゃ話がね、発展しないわけで、物語も進まないんで、私はあのあれですね、少年を出すことが、そういえばというか、少年をね出した小説っていうのは割と何点かあると思う、あるんですね。で、まあそれはあのね、少年が好きなのかもしれないんですけども、小説で、まあ少年って言ってもまあ子供っていうことではなくて、まあ18歳とか19歳とか、もしかしたら若い20歳過ぎぐらいのかもしれないけど、それ要するに一人 の主要な人物と出会うその別の人物ですね。そういう人物が何人かいるわけですよ。まあ3人とか5人とかね。でそれで名前のついてる人が、まあ、あと2人ぐらいはいて、あとは名前はないけども、なんとかのおじさんとか、なんとかの誰とかね、学校の先生とか、まあ職業いろいろ、駅員さんとかね、そういうふうな形になると思うんですけども、
そういうね人物をまあ3人か5人必要で、例えば復活のこのまあねカチューシャとそのこの青年ですね、カチューシャを、まあね、風流道夫、そのカチューシャがまあカチューシャと関係してね、そしてカチューシャも結局シベリア送りかなんかとにかく犯罪者になって送られていくんだけども、絡む人っていうのは必要なわけでしょ。でアンナ・カレーニナっていうのは、アンナ・カレーニナとそれから男と、まあ、恋愛する男とそれから夫とそれから可愛い子供とかね出てきますよね。でまあ貴族のね奥さんですけども、そういうような設定で時代と場所と、まあ、季節っていうのがあって、アンナ・カレーニナの場合は有名なねその駅で出会うんですけども、一等車両からですね、まあ、雪の降る駅にね汽車当時 の、まあ、蒸気機関車ですけど、季節で冬ですよね、雪が積もってるわけですから、でそういうふうなとこで、まあ、若い男と出会って恋に落ちるんだけども、アンナ・カレーニナはそこに、まあ貴族の夫がいて、まあ、生活には困らないんだけども、恋愛すると言って、そこに子供が当然いるから、まあ、そんなにスムーズに恋愛もいかないし、夫もいるし、夫だけだったらまだマシなんだけども、その子供もいるからね、そういう子供への愛情もあるし、なかなかその、まあ世間体もあるし、うまくいかない恋愛っていうのありますよね。それから赤と黒っていうね、小説ではジュリアン・ソレルっていう若い青年が出て、最後は死刑になるんでしたっけ、とそれと人を恋愛する相手は人妻だったのか、とにかく美しい女性と出会って恋愛するっていう、そういうふうに一人の、まあ、人物、主人公っていう人物だとね、罪と罰のですね、ドストエフスキーの罪と罰だとラスコーリニュコフっていうのが主人公っていうか、まあ、ロシアの小説はね、人物が多くって、舞台もいろいろステージもいろいろ変わるんで、誰が主人公か分かんないようなあれですけども、まあ最初出てくるのはラスコリニコフが出て、それで次に会うのが出てくるのが要するに金貸しのおばあさんですよね。で殺されるんですけども、でその別に罪と罰の説明するつもりは全然ないんですけど、そういうふうにしてその絡む小説は人物と人物が絡みますので、その絡むのはどういう人が絡むかっていう、この小説には誰が出てくると面白くなるかっていうことも考えて、まあ、みんながね会社員だけだったら面白くないわけで、一人会社員がいたとしてもね、会社員サラリーマンが一人いたとしても、やっぱりそこにちょっとユニークなですね、何か違う職業の人がやっぱり出てきた方が小説としては面白いので、まあ、そういう意味でどういう人を呼んでくるかって、小説上に誰を呼んでくるかっていうのは、まあ、腕の見せどころで、作者の、まあ、裁量でできるんですけどもね。そうするとね、まあね、体験、自分が体験したことでとても印象的なものっていう場面っていうのが大きいんですね。それでよくね、小説書くっていうと、作家は小説家が執筆するその書くっていう行為が、大事かと思ってる人が多いんですけども、実は書くっていう行為は次の二次行為みたいなところがあるんですよ。何が先かっていうと、見た時に体験したっていうか、見た瞬間
感じたっていう、見て感じるとか、そういうような、だから風景でもそうですし、人の場面でもそうだし、何かこう、見た時に、衝撃を受けた時のその鮮やかに覚えてるような、そういう 場面が実は小説 の表現になることが多いんですね。だからね、まあ、作るっていうよりもね、その自分が感じるか、どう書くかっていうことは、普段ねどう感じてるかっていうことがものすごく大事なんですね。その感じたことを、まあ、見て感じたことを、それを今度小説に書くときに、そのどの場面に使うか分かんないけども書くっていうような、そういうような行為なので、書くっていう行為はね、まずはね、見るとか感じるなんですね。書くが出てくるんじゃなくて、いかにね普段、見てるか感じてるかっていうことなんです。だからね、感じる心がなかったら小説書けないんですよ。何を見て、例えば雨が降ったからってね、雨の風景を書けばいいかっていうと、雨が降った時の感じをなんか自分で感じたことがあるからこそね、その雨の表現ができるわけで、雨降りの街の表現とかね、例えばまあね、東京表参道、まあこの前寒いって言いましたけども、その時の感じっていうものを感じて、風を感じたからね、その、風景が描けるっていうことで、ただ単に上手に、なんかね、テレビのドラマかなんか見て、映画なんか見た風景を思い出して描くとかっていうことではなくて、いかにだからね、たくさん感じてるかっていうことなんですね。だから小説家は普段からどんな場面でも感じる心っていうか、もう思って、感動する心っていうのを持ってないと、面白いというか、いい場面は描写できないっていうことなんですね。で、今描写って言ったんですけどもね、描写と叙述というのがあって、私の まあ、古い友達、小説仲間でね、最初書き始めの頃ね、叙述ばっかりっていうか、説明文みたいな文章を書く人だったんですよ。すごく重い、うまいのはうまいんだけども、で、まあ、その描写はとその、についてはまたですね、改めてその描写と叙述について話したいと思いますけども、今日は人物設定ということで、設定についてお話ししました。まあ次、描写と叙述について非常に小説にとって描写が大事だっていうことをお話したいと思います。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録よろしくお願いします。